皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、払うフラを川井ルナです。今日は手首の使い方についてお話ししたいと思います。以前柔らかい手の動かし方をシリーズで説明しました。もう一度復習したいと思います。まず一つ目リフトですね。で次がプレスです。で最後にミックス型リフトとプレス、この組み合わせですね。この3つの方法があります。今回は3つ目のミックス型を詳しく見ていきたいと思います。で正しい例をしますね。でまず平らな状態で構えて、まず肘を折って、その時手首の力を抜きます。でこれがリフトですね。で目的地まで着きます。で肘を伸ばす時にプレスの手で入って元の位置に戻します。でやってしまいがちな悪い例をしたいと思います。で初め平らな状態からスタートして、肘を折りながら手首の力抜く、これがリフトですね。でリフトで入って目的地まで着いて、プレスをせずにこのままリフトの状態から平らに戻す、これがよくやりがちな悪い例です。リフトを作って目的地でプレスにしようと思うのにうまくいかないのには理由があります。この手首が曲がってるの、これは実は力を抜いて曲がってるわけなんですけれども、力をここに手首に入れて曲げておくと、次のプレスのこの切り返しができないんですね。ですので必ずリフトを作るときには手首の力を抜きましょう。リフトからプレスに切り返す時のを細かく説明しますね。リフトにこう手がなってますよね。でここからプレスにするときに、リフトの時手の力の流れはこういうふうに働いてますよね。そこからこの切り返し、この下に向かうこの動き、これがとても大事になります。でそれができるときれいに切り替わるので、まずこの練習をしていきましょう。リフトからプレスの切り替えはとても優雅ですが、テクニックが必要です。ですのでテクニックを身につけて優雅なプレスの切り替えを身につけましょう。詳しい練習法は次の動画で説明したいと思います。今日は手首の使い方を説明しました。ポイントはリフトからプレスに切り替えるときに手首の力を抜いて肘を伸ばしましょうです。ありがとうございました。